エバラ大学校は、関ン度春仙志高原大学路一に本部を置く、大韓民国の国立大学である。1947年に設置された。大学の略称はニュー。エバラ大学校は1947年に、設立した関ン度立春仙農業大学が始まり、初大学長には皆人ひとが就任した。1952年3月、 春泉農業大学は、春泉農科大学に名称が変更され、1953年2月、同立から国立へ移管される。その後、農業専門大学として、順調に学科を増設していき、1968年には、大学院の設置に至る。1970年3月、春泉農科大学は、高原大学に名称が変更される。 1978年3月、総合大学に昇格、名称が江原大学校となる。1979年、付属博物館が開館する。1984年、中央図書館が新築開館する。2002年、中央図書館内に日本文庫室が開け出される。2007年1月、付属館国語文化院が設置される。春仙キャンパス。 三直キャンパス同型、キャンパス同型キャンパスは、廃校発展基金などを投じて2009年にオープンした。しかし、遊内にある2つの寮からキャンパスまでは9キロ程度離れている上に山道が続いている。さらに、雪が積もると通学バスの運行が危険なため休校になることが毎年ある。そのため、大学と三直市は遊内に移転することを計画している。 ありがとうございます。